指揮者の大友直人です。今日は群馬交響楽団の2019年1月の定期演奏会のご案内をいたします。2019年年明け1月の定期演奏会は26日がいつものように群馬音楽センターでの演奏会、そして翌日27日が桐生定期です。桐生市の市民文化会館でのコンサート。実はこのいつもの土曜日の群馬交響楽団の定期演奏会なんですが、この日は新しい試みで開演時間が15時午後3時に、なっております。この日は試みとして土曜日の午後3時開演になります。どうぞお間違えのないようにお願いしたいと思います。この日は、ロシアンプログラムです。ロシアの作曲家によるプログラムで、1曲目がボロディンの中央アジアの草原にて、この曲はタイトルも有名ですし、それからおそらくメロディーをお聴きになると皆さん、必ずどこかで聴いたことがある懐かしい旋律とお思いになると思います。大変ボロディンらしい心に残る名旋律、そして名作ですけれども、実際の実演で聴く機会は意外に少ないのではないかと思います。私と群馬交響楽団も定期演奏会でこの曲を取り上げるのは初めてでございますし、静かに始まって静かに終わるという、聴きやすい、そして真ん中が盛り上がってクライマックスになるという非常にシンプルな作りの作品ですけれども、ボロディンならではの音楽、しみじみとした音楽を味わっていただければと思っております。そして2曲目は、プロコフィエフのバイオリン協奏曲です。プロコフィエフのバイオリン協奏曲は2曲ございまして、いずれも名曲として知られていますけれども、今回はその第2番をお聴きいただきます。バイオリンのソリストにはもう今日本の若手としてもうトップランナー、八面六臂の活躍をしている三浦文明さんに登場していただきます。三浦さんは実は私はもしかしたら小学生ぐらいから、面識がありまして、彼の中学校時代、高校時代、大学時代、そして、現在に至るまで、彼の演奏を聴いたり一緒に演奏をしてきたりしているんですけれども、本当に見事な成長ぶりといいますか、充実したバイオリニストとしての人生を歩まれていると思います。今は日本とヨーロッパを行ったり来たりしながら、演奏活動を忙しくしていますけれども、音楽的にもそれから技術的にも二物も三物も天を与えた、類まれな優れたバイオリニストのお一人ですから、脂が乗っている三浦さんのプロコフィエフ、本当に私自身も楽しみにしています。そして後半ですけれども、チャイコフスキーの名曲、悲愴を聴いていただきます。タイトル、それから曲にまつわるエピソード、チャイコフスキーがこの作品を書き上げて、もう直後にチャイコフスキー自身がこの世を去るという、まるでドラマのような、実話ですので、正月早々縁起が悪いんじゃないかとお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それはそれ、作品としては本当の名作中の名作だと思います。このチャイコフスキーの名曲をじっくりと私と群馬交響楽団で練り上げた演奏にしていきたいと思っております。実は群馬交響楽団の定期演奏会で悲愴が取り上げられるのも久々だと思いますし、私も音楽監督に就任してからは、悲愴は初めての演奏になります。私も大好きな曲でございますので、ぜひ
新年にこのチャイコフスキーの名作を心ゆくまでお楽しみいただきたいと思います。1月26日土曜日の午後3時開演です。いつものように群馬音楽センター、翌日の1月27日が桐生市の市民文化会館、こちらも午後3時開演でございます。お待ちしております。